法王フォルモススとステファヌス7世死体裁判、または死体会議とは、ローマ教皇フォルモススが、その死後にかけられたカトリック教会による裁判のことである。この裁判は、フォルモススの後継者である、ボニファティウス6世の後を継いだ、ステファヌス6世が起こしたもので、897年1月に、ローマのラテラン教会で開かれた。ホルモススの死体は、この裁判のために掘り起こされ、 法廷に運び込まれた。彼の罪とされたのは、偽証及び不正に教皇の地位についたことであった。裁判の最後に、ホルモススは有罪を宣告され、訴求して彼の教皇位は無効とされた。死体裁判をめぐる一連の出来事は、イタリアが政治的に不安定な時期に起こった。この混乱期は9世紀半ばから10世紀半ばまで続いたが、 教皇が次々に交代したこともその特徴に挙げられる。教皇の在位がこのように短くなるのは大抵がローマ内部の派閥同士による政略と陰謀の結果であるがそれに関する記録はあまり残っていない。フォルモススは864年にポルトマイナスサンタ、ルフィナの司教になった。この時の教皇はニコラウス一世であった。彼は ブルガリア人に布教活動を行い、そこで司教となることを求められるほどの成功を収めた。しかし、ブルガリアを監督することは、ホルモススが、すでに持つポルトの教区を離れることを意味するため、ニコラウス一世はそれを認めなかった。第22二二回アコ会議で定められたカノン第15条では、司教が他の教区を認じられて、自分の教区を離れることが禁じられていたのである。 875年、シャルル二世が皇帝として即位した直後に、フォルモススは、当時の教皇ヨハネス八世の動向を恐れて、ローマに急いだ。数ヶ月後の876年、サンタマリア・ロタンダで、教会会議が開かれ、ヨハネス八世によってフォルモススとその同僚たちの、告発が行われた。それによると、フォルモススは、ブルガリア人を堕落させ、たがために、フォルモススが、 存命である限り、彼らは、ローマカトリックの教区から来た司教は誰だろうと、受け入れはしないだろう。そしてフォルモススと、仲間は凶暴して、ヨハネス8世から、教皇の地位を散脱しようとしたばかりか、ついには、ポルトの教区を見捨てて、国家と我らが愛すべき、シャルル2世の救済を妨げることを企てた、というのが彼らの罪状だった。フォルモススたちは波紋となった。 878年にトロアで開かれた別の会議でヨハネス八世はこの波紋を承認したのだろう。彼はより広い意味で教会の事物を略奪する人間についても法で裁こうとした。10世紀の著述家ナポリのアウクシリウスによるとフォルモスもこの会議に出席していた。彼はそこに居並ぶ司教たちを前に許しをこいながら波紋が取り下げられるのであれば、 残りの人生を平心ととして、まっとうして二度とローマには戻らないことを誓い、かつてのポルトの教区を再び引き受けようとはしないと約束したとアウクシリウスは言う。この逸話は真偽が定かではない。別の資料には、この会議にフォルモススがいたかどうかについては全く言及がなく、むしろヨハネス8世が波紋を認めたとある。882年12月に、 ヨハネス8世が没すると、フォルモススの災難も終わりを迎えた。彼は再び、ポルトの死境となり、891年10月6日に、教皇に選出されるまでこの地を監督した。しかしこのヨハネス8世との不和が、後の死体裁判における、告発の根拠となった。10世紀の歴史家クレモナのリュートプランドによると、ステファノス7世は、フォルモススの死体に対して、なぜ、 ヨハネス八世の死後に大それた野望を抱き、ローマ中の教区をあまねく強奪したのかと問うた。そこには、以前、フォルモススが存命中に教皇の座を奪おうとした、というヨハネス八世の主張も反映されていた。死体のフォルモススには、さらに別の告発もなされた。それは、彼が偽証を行い、平身とでありながら、司教の職務を行おうとしてたという内容だった。 これは878年のトロワの公会議でフォルモススが述べた誓いの言葉を持ち出したものであった。死体裁判はそこに政治的な動機があったとされることが多い。フォルモススは892年に新生ローマ帝国の共同統治者となったランベルトに体官を行っている。一方でランベルトの父グイード三世にかつて体官を行ったのは ヨハネス発生であった。野心的なグイードに神経質になっていたとお式ホフォルモススはカロリング長のアルヌルフをけしかけイタリアを侵略させるとともに彼に皇帝の冠を授けようとした。アルヌルフの進行は失敗に終わったがグイードはそのゴまもなくして亡くなった。しかしフォルモスが895年にもアルヌルフをローマに招兵したためアルヌルフは 翌896年の早々に、アルプス山脈を越えて、ローマに入り、フォルモススから神聖ローマ皇帝として、退官を受けた。その後、フランクの軍勢は町を去り、アルヌルフとフォルモススはどちらも896年に、亡くなった。その後を継いだ、ボニファティウス6世も、その2週間後に没した。ランベルトとその母、アジェルトルデガステファヌス7世が法王となった頃に、 ローマを訪れているが死体裁判が行われたのはその直後である897年の初頭である。一連の出来事について20世紀まで支配的だったのは素直な解釈であった。フォルモススはいつもカロリング長 B 域であり、ランベルトへの体官はグイードに共用されたものであった。アルグルフが亡くなり、ローマにカロリング朝の君主がいなくなった後で、 ランベルトがローマにやってきてステファヌス七世に死体裁判を開くよう迫った。これは皇帝の冠が自分のものであることを改めて確認するとともにフォルモス性復讐を遂げようとしたというのが従来の見方である。しかし1932年にジョセフ・ドゥーアが新たな見方を提出したことでこれまでの説はほとんど変えられなくなった。ドゥーアが注目するのは ヨハネ9世が召集した898年のラベンナ公会議にランベルトが出席していたことである。つまり、死体裁判で出された決定が取り消される場に立ち会っていたのだ。公会議の活字化された記録によれば、ランベルトはそれに積極的に賛成していた。もし、ランベルトとアジェルトゥルデがホルモススの名誉の剥奪を目論んでいたのならば、トドゥーアは問う。なぜ、 ヨハネス9世は皇帝、つまりランベルト都市教たちが承認するような忌まわしい死体裁判を休断するカノンを提出できたのだろうか。どうしてヨハネス9世はこの問題をあえて切り出したのだろうか。犯人たちの前で皇帝の関与についてほんのさりげなく研究することさえしないままで。この説は別の学者にも受け入れられている。ジローラもアルナルディも フォルモススは、ただ親カロリング朝の態度をとっていたわけではなく、895年までは、ランベルトとも良好な関係を保っていたと述べている。両者の関係がこじれるのは、ランベルトのいとこである、グイード4世がベネベントに進軍し、東ローマ軍を駆逐してからである。フォルモススは、この攻撃に慌てふためき、アヌルフの助けを求めて、ババリアに西を送った。アルナルディは、 897年1月にランベルトとアジェルトゥルデを伴ってローマ入りした人物こそがグイード4世であり、彼の存在が死体会議を触発したのだと論じている。サンピエトロ大聖堂に埋葬された教皇の一覧には回収されたホルモススの死体も含まれるおそらく897年1月頃にステファノス7世は、 かつての教皇フォルモススの死体を墓から引き上げ、裁判のため法廷に運び込むよう命じた。死体は教皇座に持たせかけられ、女性が死せる教皇に代わり答弁する役に任命された。フォルモススは教会法違反となる教区の移動、偽証、実際には平身とであるのに死教の任務に就いたことで起訴された。最終的に死体には有罪の判決が下された。 リュート・プランドなどいくつかの記録が伝えるところでは、死体から包囲が剥ぎ取られた後に、ステファノスは普段祝福する時に使う、右手の指三本を切り落とさせると、フォルモススによるあらゆる行為と除解を正式に無効なものとした。その後ようやく死体は、外国人墓地に埋葬されたが、結局もう一度、掘り返され、おもりをつけてテベレ川に投げ込まれた。リュート・プランドによると、 ステファヌス7世は、ポルトの司教でありながら、なぜ大それた野望をいただき、ローマの教区を、あまねく強奪したのかと言ったという。死体裁判が生み出したおぞましい光景は、ローマの世論を、反ステファヌスに傾けた。フォルモススの死体は、ティベレノ川岸で現れてから奇跡を起こし始めた、という噂も広まった。ついには、民衆が放棄したため、ステファヌスは、 大尉を迫られただけでなく投獄されてしまった。彼は捕らえられたまま897年7月か8月に締め殺された。897年12月、教皇テオドルス2世は死体会議を無効とするための会議を召集し、フォルモススの名誉回復を図るとともに死体を川から引き上げて、包囲の姿でサンピエトロ大聖堂に改めて埋葬するように命じた。 898年には、ヨハネス9世も、また死体裁判を無効化し、ローマとラベンナで二度の教会会議を開いて、テオドルス2世の開いた会議の結果を承認するとともに、死体裁判の記録を廃棄することを命じた。死体裁判に関わった角で7人の数奇教が、破門され、今後は死者を裁判に召喚することが禁じられた。しかし死体裁判の時に死教として、 副判事を務めた教皇セルギウス3世は、テオドルス2世やヨハネス9世の裁定を覆し、フォルモススの有罪を改めて認定した。ステファヌス7世の墓には、セルギウスによる賞賛の墓碑鳴が刻まれている。ありがとうございます。